ナミさん、ステーキング報酬、今回も入ってよかったですね。私も今ね、7800になりましたね。7800に、まあ単純に200をかけると、すごいですね、150万円ぐらいになっちゃいますね。早く現金化したいなと思ってるところです。まあ報酬に関しましては、こうなんて言いますかね、コップに注いだ水がこぼれている部分だと思いますので、まあこれをね、複利で回すのもいいんですけども、私は、こちらぐらいはね、使ってもいいんじゃないかなと思って、何か欲しいもないかなって考えてるんですけども、特にないですね。まあパソコンでも買いましょうかね。でもパソコンも頑丈だしな。まあということで、まあ何に使うかはさておいてですね、今回もステーキング報酬が入ってよかったなと思います。動画の方もありがとうございます。さあそして、お知らせが一つあります。23日月曜日の21時から、このステーキング報酬、そのステーキングプールを運営しているリピさんと、対談をね、させていただこうかと思います。題して、日本上場ビットポイント緊急対談ということで、これからの体のレーダーについて語っていこうかと思うんですね。折しもですね、コインベースという大手の取引所が、これ日本でも活動をスタートするということなんで、まさに暗号通貨全体に追い風が来てるんじゃないかなと思っております。まあその中で、気になるのはバイナンスなんですよ。まあ、バイナンスに関しましては、いい評判も悪い評判もありますけども、どちらかというと、まあ順調に使えてるよっていうことの方が多いですね。で、悪い評判っていうのは、まだ起きてないんだけども不安だなって気持ちなんですよ。まあ私もその一人なんですけども、でも何も起きずにそのまますんなりといっちゃうんじゃないかなっていう気もします。まあ私の場合は、できればバイナンスは使いたくないなと、個人的に思ってるだけなんですよ。なんとなくね、なんとなくちょっと、大丈夫なんかやなと思ってるんで、これはもう完全な私一人の思い込みですから、影響を受けないようにしていただきたいなと思います。まあ私がこういう発信をしてるからかどうかわかりませんけども、なんともね、裏付けのないような相談事が来ちゃったりするんですよ。まあですんで、あまりここでは話さない方がいいかなと思っちゃいますよね。まあ影響を受けちゃう方もいると思いますから。まあ私何もない状態で言えば、まあバイナンス使うのがいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ金融庁から警告を受けてるってこともありますけども、警告を受けてるからこそ、改善しようというふうにバイナンスも考えているとも受け取れますからね。まあなんせバイナンスってのは世界中で展開してますから、日本がバイナンスに警告を発するように、他の国もバイナンスに警告を発してるのかもしれません。まあ私たちが知らないだけでね。そして指摘を受けるたびに、さらに使いやすく、さらに安心で、そんなバイナンスになっていけばいいんじゃないかなと思いますよね。警告を受けたからといって何か悪いことをしてるみたいに考えなくてもいいんじゃないかなと思ってます。まあ以上が、ここまでね、バイナンスに関してまとめた私の感想になります。まあ私はこれからも使うつもりはありませんけども、特にバイナンスからね、何か悪いことされたってことはないんですよ。ただまあなんと言いますかね、まあ食わず嫌いということでもいいんじゃないですかね。そのぐらいのもんでございます。じゃあ本日は以上です。ナミさんまたよろしくお願いします。